2009年、RZA、1969年7月5日台は、アメリカ合衆国のニューヨーク市ブルックリン区、ブラウンズビル出身のヒップホップアーティスト、プロデューサー、ラッパー、俳優、映画監督。名前は、本名の頭文字と、カミソリを意味する、レザーをもじったもので、曲中では、レザと発音されることが多い。ウータンクランの事実上のリーダーであり、またグレーブディガズの一員でもある。ほとんどすべてのウータンクランのアルバム、メンバーたちのソロ活動、さらにグループと関係するアーティストたちの作品のプロデュースも手掛けてきた。ボビーデジタル名義の2枚のアルバムを含め、ソロアルバムでの成功も収めたほか、いくつかの映画音楽も手掛けてきた。彼の音楽性は常に進化してきている。また、早回しにされたソウル音楽のサンプリングの使用、カニエ・ウエストやジャスト、ブレイズなどの人気プロデューサーに影響を与えたこと、非常に高音で活用される弦楽器音、アバンギャルド的な音楽性、アンダーグラウンドヒップホップ界のアーティストたちの創造性を刺激してきた実験的な手法など、ヒップホップに革新をもたらしてきた。ウータンクランの特徴的な音作りは彼の手でなされてきたと言って良い存在である。マーシャルアーツ映画を愛好し、創作活動の面で映画からは大きな影響を受けている。彼にとっての特別な作品としては、五毒拳、少林寺36房、十兵衛を四風帳、北斗の拳等のカンフー映画やアニメがあり、そのことから映画関係者から仕事を依頼されることも多い。これまで映画関連で携わった仕事は音楽制作にとどまらず出演や監督にまで及ぶ。RZA SH、The RZA S Guide to Kung Fu Films at newsaraima.com The RZA Raining Down Afro Samurai SB2 ありがとうございます。